ゾイデル海、ゾイデル海、ゾイデル海、オランダ語、ズイダージー・ザイデル勢は、オランダに、かつて存在した湾。北海から、オランダ北西部へ向けて1 0 0トルほど入り組んだ、浅い、大きな湾であった。ズイダージーはオランダ語で、南海を意味する。20世紀に入り、ゾイデル海開発で建設された締め切り大堤防、アフシュライトダイクにより、外目、北海の一部、 バッテン海から切り離され淡水の愛せることになったため消滅した。ゾイデル海は、幅5 0キロメートル、奥行き1 0 0キロメートル、海岸線、延長3 0 0キロメートル、面積5 0 0 0キロメートルで、平均深さ4から5メートルの浅い海であった。オランダ語で、南のプラス海という意味を持っている。これは、北海とタイになった形でのフリースラント地方の命名によると言われている。 1932年に完成したアフシュライト大工によって、北海、外目から切り離され、流入河川、ライン川の分流アイセル川などの水により次第に、淡水湖化されて消滅した。現在では、かつてのゾイデル海の水域を、アイセル湖と呼んでいる。2000年前のローマ帝国時代には、オランダ北部の海岸線は、現在の西フリースラント諸島付近にあり、 その内側の現在は、ワッテン海となっている部分は、湿地帯であった。現在のアイセル湖南部にあたる場所には大きな湖があり、ローマ人たちは、ラカスフラボ、フレボコと呼んでいた。これは、後のゾイデル海よりも小さく、フレボコと北海との間は、多くの河川や湖の広がる湿地で阻まれていた。しかしフレボコ半のピート、霊ンでできた柔らかい湖岸は、 波で侵食されやすく、中世までの間に湖は大きくなっていった。中世にはこの湖の一部は、ブリー、フリーと呼ばれており、現在のフリーラント島とテルスヘリング島の間の、フリー海峡付近に、海への出口があったとみられる。現在テセル島とデン、ヘルゲルの間にある、北海とワッテン海を結ぶ海峡、マースデチャップも、当時は、フリー湖と海とを結ぶ川の一つ、 フラビアム・マレスディオップであった。中世早期になると、海面の上昇と冬の北海の交点により、オランダ北部海岸の砂丘や霊探地が波で削られ、はじめ、砂丘背後の湿地帯は海に変わり始めた。フリーコもアルメラ、アルメレと呼ばれるイリエへと拡大したが、まだ大きな石湖の域を出なかった。十二世紀から十三世紀にかけて、海面の上昇は著しく、北。 ホラントを次々に襲った大嵐、高潮、洪水で、海沿いの土地は水没し、泥探地は洗い流され、触れボコと海との間の河口も広がった。1170年11月1日から2日にかけての万聖節の洪水では、高潮が砂丘を乗り越え、海水がクレイラーベウトと呼ばれる森林地帯を通って、触れボコに流れ込んだ。この洪水で砂丘の後ろには、 ワッテン海が形成され、フレボコはゾイデル海に変わり、波で流出した、タン地や森林地帯が陸地に戻ることはもはやなかった。1196年の聖ニコラスの洪水では、1170年に開いた海峡が拡大し、フリースラント西部の広大なデータン地が海へと変わった。1 2十二年には六万人が犠牲となり、1 2 1九年一月十六日の セマルケルスの洪水でも3万6千人が犠牲になった。1282年の大洪水で、現在のテセル島付近の砂丘が破れ、ワッテン海及び沿い出る海は拡大した。さらに1287年12月14日には、北海の嵐で低地に一気に海水が流れ込み、5万人から8万人の死者が出る惨事となったセールチアサイの洪水、シントルシアベロド。 この洪水で沈んだ土地のほとんどでは、その後海水が引くことはなく、そのままワッテン海あるいはゾイデル海の一部へと変わった。西フリースラント諸島のグリーンド島は海中に没し、現在では、わずかなさすが、海面に顔を出すに過ぎない。ゾイデル海が拡大し北海とつながったことにより、アムステル川沿いの漁村アムステルダムでは、ゾイデル海を経て北海へ出る航路が明け、やがて、 バルト海交易路と結ばれる交易都市になる。ゾイデル海は15世紀以降、海岸線に潮受け堤防を、大工が築かれたことにより拡大を止めた。しかしゾイデル海は、北海で嵐が起こるたびに、南へと押し寄せる海水の影響で荒れる海へと変わり、高潮や洪水が起こったり船が転覆したりした。1421年11月18日の、 深夜から19日未明には、北海の嵐の影響で沿いでる海の海面が上昇し潮気堤防が破れ、定地にある72の村が沈み、1万人以上が死亡した。セイリーザベトの日、11月19日に起こったため、1421年のセイエリーザベト洪水と呼ばれる、1404年のセイエリーザベト日に、ゼーラントからフランドルにかけて起こったセーエリザーベト、 洪水と区別するため、2回目のあるいは1421年のと勘される。この洪水で沈んだ土地は数十年後に干拓されるまで海のままであった。ゾイデル海の沿岸には多くの漁村が立ち、そのいくつかは海上交易をはじめ城郭都市へと変わっていった。オーバー・アイセル州のカンペニア、後に発達したホラント州のアムステルダム、ホールン、 原ン配膳などはその例である。これらの町は最初はバルト海諸国やイングランド、あるいはハンザ同盟との交易を行っていたが、大航海時代には世界へと交易論を拡大し、オランダ植民地帝国の建設に貢献した。しかし、オランダの貿易が衰退すると多くの港町が漁業へと戻り、20世紀に観光業が発達するまでは、 ゾイデル海や北海での漁業が多くの町の主産業となってた。ゾイデル海の中には、中世の洪水以前には、本土の一部や半島であったりもっと大きな島で、あったりした四つの小島、ウィリーン、ウィーリンヘン島、アーク、ウルク島、シュクランド、スホクラント島、マークエン、マルケン島があり、これらの島の住民も漁業で生計を立てていたが、波の侵食で、 年々面積が縮小することに悩まされ、スホクラント島は19世紀に住民が立ちのき放棄された。これらの島は20世紀後半までの干拓地の拡大により、すべて本土の一部となったか本土と道路でつながった。20世紀前半には北海の嵐からゾイデル海沿岸の土地を守り、また干拓地を拡大するために、 ゾイデル海の出口を閉じる長大なアフシュライト大工が建設された。19世紀後半からゾイデル海を締め切るダム事業は構想されていたが議会で通らず、建設が承認されるきっかけになったのは1916年1月の大洪水であった。長年建設を訴え続けてきた土木医師、政治家のコルネリスレリ、コーネラスレリ、ー。 1854年から1929年の式化、1919年より、ゾイデル海開発が開始された。1932年のアフシュライト大工完成後は、ゾイデル海は淡水化し、愛せることなり、さらに湖内部に、締め切り堤防が築かれウィーリングルメール、北東ポルダー、フレボランド東及び南の4つのポルダー、カンタク地が誕生し、古代のフレボコにちなむ、 フレボラント州が新たに誕生した。当初の計画では、マルケル湖、アイセル湖の南西部の水面も干拓することになっていたが、この計画は2000年に無期限延期となり、1986年のフレボラント南ポルダー完成で、ゾイデル海開発は完了たことになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。